ありがとうございます。今ここへ来たら、井上先生がとても喜んで、素晴らしいお便りがあったっていうんで持ってきてくださいました。これはメキシコのティハナにいる、石の松江さんですね。この方が住吉神社に5000ドル100万円寄付したいって5000ドル持ってきてくれました。本当にありがとうございます。これはね、ひとえにやっぱり井上先生が一生懸命やってられるとね、こういうのは誰かやっぱり本気になってやる人がなきゃいけない、大変ありがとうございました。ちょっと徳八と書いたのいつも徳飛車と間違えましたね、これ。よく先生のやつを開けて開けてしまうこと。どうもありがとうございました。よろしくお願いします。素晴らしいことですね。それから今度 の皆さんのおかげで、最初に申し上げておきますが、皆さんのおかげで今度8月から正式にオープンします、ホライデルレイのね、センター、これはもう小さいんですよ。ここですとね、20人ぐらい来るともうバラバラってね、パラパラだけども、あそこはいいね、20人来るといっぱいになる。ほいでアメリカ人がね、もう会場に満ちてるように見えるのね。いやー、これは来るようになりますよって言ってね、もう20人来るといっぱいに見えるんですよ。ほいでとてもありがたくてね、でまあ30人ぐらいは入るんですけどね、今20人ぐらいで、来てくれて、ここをの水曜日のこう映しましてね、向こうでやってますけど、早く慣らしとかなきゃいけないと思って、今日も電話がかかってきて、一人アメリカ人が電話かかってきて、僕の家に電話かかってきてね、どこでミーティングやってるかって言ってね、訪ねてくれたり、そういう人がぼつぼつ出てきて、それもね、なんで訪ねたかっていうと、やっぱり探し出したかっていうと、電話のね、イエローページなんですよ、あれでね、探し出したのね。だからどこでも必要なもんですね。で今度は一つ大宣伝をして、やりたいと思うんです。それでちょうどね、不思議なことに、これはもう神様のお導きじゃないかと思うんですけどね、ちょうどもう2ヶ月ぐらい前からレリジャスサイエンスのね、方が私に講演 してくれって言ってきてられた。なぜかっていうと、自分がベケーション取るもんだから、その後、代理にやってくれってわけですね。それがね、僕は知らなかったの、どこでやるか知らなかったら、ウェストチェスターの教会なんですよ。で、それよく考えてみたらね、よく調べてみたらね、今度新しくね、プライデルレイでできたね、事務所の隣なの。その隣に僕で講演してくれって言うんですよ。それでね、ちょうどいいので、昨日、この前の日曜日にね、そこでやりました。面白い、マイソニックっていうんですかね、テンプルって言ってちょっと変わったところでね、会場はで、こうあのところで話すの、あれ2回目ですかね、横に全部椅子があって真ん中に何もないんですよ。そしてこうちょっとこう人が並んでてね、そこで真ん中には別の椅子を持ってきてちょっと並んでるんですけど、100人ぐらい入ったんでしょうかね、来てとっても喜んで帰って、隣へ今度事務所を移すからって言ったら、ああお隣さんになったかって言ってね、握手してみんな喜んでくれてね。でもう最初からもう我々成長の絵は、今までの宗教やめなくてもいいんだから、どうぞ一つレリジャスサイエンスをしっかり勉強してくれって話したもんだから、喜んでね、向こうの人たちもお互いに協力して、みんなのためにやりましょうって言ってくれたんです。でまあこれも大変良かったと思います。で8月からは、まあ、スケジュールも組んでいろいろやらせていただいて、皆さんがせっかくね、この伝道本部のお金っていうのは皆さんの献金からできるんです、なってるお金なんですからね、そのお金を使わせていただくということは皆さんのお金を使わせていただくことで、それで1年間にね、もうずっといただいて、アメリカ人のための伝道をやるんですから、このどうしてもね、やっぱり成功させないかんです。もう若林幹事長も本気になって今やってくれてますね。それから、みんなで成功させようって言って今頑張ってますから、必ず成功すると思います。それで会場は狭いですから、まあ、今のちょっとしたミーティングでいいんですけどね、でちょうどこっち側にも教会があって、こっち側にも教会があるんですよ。どこでも借りれますからね、一つ借りて、大いにこれからやろうと思う。それから、どうしてもね、香川、まあ、本部講師がね、先生が来て
今非常に英語の方とか日本語の方両方とも組織をね作ってくれてるんですけど、英語の方もね新聞発行してね一生懸命やってくれてるんです。ですから、私もね今までいろんな計画を立ったんだけどなかなか実行できなかったけども、今度はね大学のね哲学をやってるところ行ってね、でそこでコネをつけて講演会やってやろうと思ってるんですよ。そして若い人の中に入っていってやろうと、そして無限の可能性をね出すにはどうしたらいいかっていうことをちょっとやってみたいと思ってるんですよ。でもうここの近所の大学ですね、エルカミノ大学のあそこの宗教社会学宗教心理学ですかねなんかやってる人が谷総裁先生がレリアスサイエンス の教会をおいでになった時ね映画を撮ってね、それで成長の絵はねこのようなことを教えてね生活に生きてるんだっていうことでね今でもまだやってるんだそうですよ。そういう方がいらっしゃるからその方とこう連絡取ってね、それでエルカミノの大学には数学の先生で日系の3世ですかね、でまだ27、28だと思うんだけど5、6かぐらいでも先生数学の方の先生してる人がいますね。だそういう人と連絡取って一つ入っていきたいと、だからいろんな教会とも連絡取ってやってみたいと思っておりますので、まあ、どうぞ皆さんもなんかそういうコネのある方そういう連絡のある方どうぞおいでいただいてね教えていただいてちょっとご協力いただきたいと思うんです。でこのオープンハウスは、まあ、こういうの書いてありまして場所もここに書いてありますから電話番号も書いてありますから、青年会の方にこのチラシをその前の日ぐらいにねこう配っていただきたいと思って、ここにね笑いのねコンテストをやるんですよ。ああいった笑いコンテストなんてね初めて来た人びっくりするだろうっていうんでね、笑いのコンテストのなんて言いますか笑いとはどんなものかっていうか先説明してからねやらないと気違いじゃないかと間違えられたら困るから、まあ一つそれをね上手にやるように今計画しました。でご希望の方はこれをお持ちになってお帰りになってください。早速置いてありますから、どうぞお持ちになって、から時々これアメリカの英語の方のセンターだからっていう皆さん日本人の方も見捨てなくお見捨てなくどうぞ一つ向こうおいでになったらお寄りください。もう成長の絵のセンターですからね、ここの支部みたいなもんです。で近所がすぐ海です。でプライデルレっていうのはスペイン語で言うたら王様の海岸っていう意味なんですね。素晴らしい名前なんですよ。ですからどうぞ皆さんも、ご協力いただきたいと思います。それでまあ私、これをですねヨハネ伝を今までずっとやってまいりましたけども7月と8月でもう大体終わりますからね。で9月はちょっとハワイへ来てくれって言っておりますし、バラバラになるとあれですから、もし何でしたら、まあ、11月にはちょっと日本へ帰ってこなきゃいけませんし、これはもう日本へ帰りきりはありません。必ず帰ってきますからもうでも私が当分理事長の山口先生が昇天されましたけどね、当分僕はおりますから、僕が帰って理事長になるんじゃないかなんて心配される方はありません。決してなりませんから当分なりませんから、どうぞご心配なくこちらにおって、私はもう一生懸命やらなきゃいけない、アメリカの公明会やらなきゃいけない、私に使命がありますから、そういうことをご心配なくね、あんまりおったら迷惑するって言われたら帰りますけどまあしばらく私としては一生懸命やりたいと思うんです。もうしばらくやらせていただいて、アメリカ人の真剣に私がもうだからそういうふうにこうこれから本格的にやりますから、今これがですね8月に大体終わると思うんです。8月の少し急いで終わりましてね、でもかかったらもしあれだったらもう9月に 2,3 回やれば終わりますから、初めの9月の1回か2回やって終わって、しばらくこう日本語のこの公明講座はお休みさせていただいてね、それから11月来年からまたなんかテキストを選んでお話しさせていただきたい。このヨハネ伝っていうのはやっぱりキリスト教の方ですから、日本人は仏教の方が好きかもしれませんけどね、やっぱりこれも勉強しとかなきゃいけないから、皆さんにはいいご参考になったと思います。で私も非常にこれを皆さんにお話をさせていただいて勉強させていただいたんですね。でキリスト教にだいぶ強くなりました、これ読んでね。やっぱりアメリカ人と話すときやっぱり聖書を持ってこないとなかなか言うこと聞かないんですね。だからこれを非常にいい参考になりました。今日は204ページです。終わりから3行目、罪のことを先生がずっと今までお書きになって、これは皆さん非常に大切なことだから、宗教の根本問題なんです。
罪とは何ですかっていうような、試験問題が出た時にですね、罪っていうものについてもう本格的にこう回答するってことは案外これ難しいんですよ。罪っていうのはね、あのまあ、簡単に言うと、あの成長の絵ではね、簡単に言うと実相を包んでいる包みですね。罪は包みであるから実相を包んでいるもの、自己限定をしたりいろんなことでね、本当の実相を覆い隠しているものっていうのが罪です。本当の皆さんが自分の本当の自分というものを覆い隠しているものが罪ですね。そういうふうに考えていただいたらいいわけです。だから本当はね、罪は本来ないんですよ。ただ自分でそう思ってるだけなんですね。だからこのイエスがこの十字架にかかって罪なしという宣言を、罪というものを自分が人類の身代わりになって罪を消されたわけですからね。消せるということはないから消せるんです。あったら消せないわけですね。そういうふうにこう考えないといけない。それでこの罪の意識、しかもあのキリスト教の原罪っていうのはアダムとイブが神様が食べちゃいけないっていう知恵の好みを食べた、そこから始まるんですよ。だから今自分の犯した罪じゃないわけですね。大変な昔の罪が人間にはあるんです。これは神様の言うこと聞かなかったっていうことがあります。だから人間は罪の子だ、罪の子だ、罪の子だって言って、まあ、宣伝して、そのキリストを信ずることによってその罪の子が救われるんだっていうふうにこう宣伝しているキリスト教もありますけどね。そうすると罪の子だ、罪の子だ、罪の子だって言ったらね、谷口先生はいつもおっしゃるんですけども、お前は前科者だ、前科者だって言われたらね、よくなろうと思っても刑務所から帰った人がよくなれないんです。だからね、人から前科者、前科者って言われたらね、自分は悪いんだ、悪いんだと思われてしまう。でみんながそう認めてしまうと余計よくなれない。だからそこでね、罪というものがね、この戦争の原因になってるっていうこともね、ここに先生書いておられます。だから罪というものをね、罪の意識っていうものをね、非常に私たちはこれはなくしてしまわなきゃいけない。だから谷口先生は人類無罪宣言っていうのをしたらね、人類無罪、これはもう大変なことなんですよ。人類無罪宣言って言ってもう罪はないっていう宣言をされたわけですね。これは生命の実相にあります、無罪宣言っていう、人類無罪宣言っていうんで、これをされて、第1回に1回目でしたね、総裁がずっとお回りになった時にはこのお話を英訳したのをずっと読んでいかれたんですね。これをしていかれて、もうこれは大変な、やっぱり、先生がこれをプリントしたのを持ってられて、講演の後でそれを置いていったら、後でそれを読んだ牧師が感動したっていう人がありましたね。ですからこの人類無罪宣言というのは大変なことなんです。でここにそれがこう、ね、あの非常に簡単ですがね、非常にこう明瞭に書かれていますからね、今度から大事にお読みいただきたいと思うんです。人類の戦争はもちろん、日常生活における失敗や肉親の病気と、およそ天国的にならざる状態は罪の意識に基づくところの自己処罰である。これをこう筋というか、これはもう根本的なことなんです。戦争までそうなんですよ。人類の戦争はもちろん、日常生活における失敗、いろんな失敗をしますね。例えばヘマをするというようなこととかね、自動車がぶつかるとか、いろんなことがありますね。そういうのは全部ね、およそ天国的にならざる状態は罪の意識に基づくところの自己処罰である。人間が本来神聖なる神のことを自覚したならば、この世に戦争などは起こり得ないのである、とはっきり書いてありますね。だからこういうことをね、自己処罰、自分で自分を処罰するんです。私は罪の子だ、私は罪があるんだと思ったら、罪というものはね、罪はね、償わなければならないっていう気持ちがあるでしょ。私は罪があるんだと思うと罪を償わなきゃいけない、それが自己処罰になって現れてくるんです。病気なんかでもね、そういう人がよくありますよ。それにも関わらず戦争等の悲劇が引き続いて起こっているのは、イエスの十字架の意義を知らず、ところを備えに行くという業を、ただ霊魂の世界に場所取りをしておいてあげるというような表面的な浅い意味にとっていて、人類が本来神聖受胎であって罪なしと知らせることによって天国実現の準備を完成するためだと正しい意味に取らないからなのである。カール・A・メニンジャー、この有名なアメリカの博士ですね。カール・A・メニンジャー博士は、その蝶、己に背くもの、
自分で自分に背いてるものっていうね、このこういうタイトルの本があるんです。おいて人類の不幸の多くが自己毀損、自分自分で自分を破壊することの本能から起こるものであり、自己毀損の本能は罪を犯したという潜在意識から自己処罰せんとの要求から来るのであることを明らかにし、戦争についても次のように言っているのであります。こういうところはね、先生が一番大事なところを取られるから皆さん知っておられていい。いやしくもものを考える人にとっては、戦勝、戦いで勝つというようなことは存在せず、勝てる者も敗れし者も同様に、償いのつかぬ損害を被るという点においては、おついて疑念をの余裕はないと。それは本当ですね。勝っても負けてもお互いにものすごく損害を被っているわけです。大変な人間は死ぬんですからね。この意味においてまさしく戦争は実質的な自己破壊である。第一次世界大戦当時、ドイツ人は自国ドイツ製の信頼信管を装置されたる手榴弾によって殺され、よその国にそれが売られて、よその国からそれを投げられて自分が死んでるんですよ。ドイツが作ったもので、ドイツで作ったものでドイツ人が殺されてるんですね。こういうのはね、実に面白いんですね。全部調べ上げてあるんです。英国の戦闘艦はトルコに売られた英国製の機雷によって撃沈されたのである。こういうことがあるんですね。ジェットランドの沖海戦では、ドイツ海軍はその艦砲を製作したと同じく会社で製作したと同じ会社で作られた、つまり自国製の防御装甲板に向かって砲弾を叩きつけたのである。海戦から終戦に至るまで、交戦諸国の人民は味方によって発明製造され、そして敵方に配給された武器によって虐殺されたのであった。自分が作ったので自分が殺されたのは自己処罰ですよね。これはこのように人類の世界に戦争や不幸が絶えないのは、人類の意識のうちに現在の観念があって、それを払拭というのは脱い切れる、きれいにしてしまうんですね。切れないからでありますから、現在の観念を払拭するために十字架にかかることは、地上に戦争も不幸もない天国に所を備えることになるのであります。イエスが十字架につけられることによって人類の罪が贖われたということになりますと、イエスと信仰によって一体となることになることは、戦争も不幸もない天国へ行く道に乗ることになります。だからイエスが十字架にかかってね、罪を消してくださったんだったらね、その後天国ができなきゃいけないんですよね。なぜ天国ができないか、まだ罪の子だって言ってるからですよ。せっかくイエスが消してくれてるのに、我々は罪の子だって言ってね。そこでイエスは弟子たちに、天国へ行く道を知っているはずであります。イエスの弟子たちは天国へ行く道を知っているはずであります。だから何時らは我が行くところに至る道を知るとイエスは言いたもうたのであります。ところがトマスは、その道というものはいうのを実際に歩く道かと思って、いかでかその道を知らんやと言った。そこでイエスは、我は道なり誠なり命なり、我によらでは誰にても父の身元に至るものなし。何時らもし我を知りたらば、我が父もをも知りしならん。今より何時らこれを知る、すでにこれを見たりと言われました。ここのね、これはもう有名な言葉ですね。だからあのね、キリスト教の方々はね、我によらではね、誰にても父のもと天国に行くことはできないって言ってるでしょ。そしたら、キリストによらなければね、天国に行くことはできないっていうふうにしてね、キリスト教でなかったら幸せになれないってこういうふうに言って、他の宗教をけなされる方があるわけです、キリスト教の方はね。しかしその前に、キリストはイエスが何て言ったか、我は道なり真理なり誠なり生命なり、我によらではでしょ。だから真理とか道、真理、生命、命によって天国に行くことができるって言うんですね。だからキリストっていう意味がね、人間イエスじゃなくてね、キリスト真理なんです。真理なのね。だから谷口先生は真理のところに時々キリストと書いたりね、キリストと書いて真理と訳されたりするんですよ。そういうふうにこう見たらね、全然また違った意味になってきます。でその次ね、すなわち天国に至るところとは、そんな足で歩く道ではないのである。罪の観念を十字架によって抹殺することが天国に至る道です。こういう筋を立ててください。罪の観念を十字架によって抹殺することが天国に至る道である。罪の観念を消してしまうことね。これはね、人間はね、罪の観念がなくなったら非常に幸せになりますね。これを消す道を成長の世が教えているわけです。
だからイエスは人類から罪の観念を抹殺する使命を持って世に出られたから道ということができるのである。また罪の観念をなくすることができるのが真理である。だから我は真理ないと言われた。罪の観念から死の本能が生まれてくる。ここのとこなんかもね、罪の観念から死の本能が生まれてくるんです。こういうとこなんかもちょっとしたことだけどね、それはなぜかっていうと、罪の値は死ないって書いてあるでしょ。だからね、死っていうものはね、罪と死とは同じになってくるわけね。で、恐怖心が出てくるわけです。罪の観念がなくなると死の本能、自己破壊衝動が消えてくるから、我は命ないと言われた。そして罪の観念から除かれた時にのみ天国、父の身元に行ける。だから我によらで誰にでも父の身元に至るものなしと言われた。そして罪のベールを覗き見るならば、人間は神、父の生命が宿っているのであるから、そのまま父と一体なのである。だから何じらもし我を知りたらば、我が父のもとを父をも知りしならん。今より何じらこれを知る、すでにこれを見たりと言われたのであります。こういうのはね、素晴らしいところですね。しかし当時の弟子たちはイエスの言うというこの意味がわからないのであります。そこでピリポは、主よ、父を我らに示したまえ、さらば垂れると言ったので、イエスはにとっては誠にもどかしかったのでありましょうと。ねえ、こんなことがわからんかっていうことね、今さんが説明しとるのにまだこういう質問する。ピリポ、我かく久しく何じらと共におりしに、我を知らぬか。我を見し者は父を見しなり、いかなれば我らに父を示せというか。我が父におり、父が我にいたも、我と父とが一体になることを信ぜるか。そう言ってね、キリストが言ってないでしょ。我が何じらに言う言葉は、我が自分の我で語っているのではない。我がうち、父が我がうちにいまして、御業を成したものである。我が言うことを信ぜよ、我と父とは一体である。我は父により、父は我にいたも、我が言葉を信じられなかったならば、我が技によって信ぜよ。誠に誠にお前たちに告げるが、我を信ずる者は我がなす技を信じない。あれを信ずる者は我がなす技をなさん、かつこれよりも大いなる技をなすことができると。ここのところ筋取ってください。これね、いいですか。キリストを本当に信ずる者は、キリストと同じぐらいのことができて、そしてまたキリストよりも大きなことができるだろうということを言って、キリスト自身が言っとらないんですね。だから僕はクリスチャンの方が来てね、いろんな理屈を言われるとね、ここのところよく引っ張りだと、これキリスト教の人と話すのとってもいいところだから覚えておくといいですよ。あんたはキリスト本当に信じてますか。信じてますよと。本当に信じてますか。それじゃあキリストがね、私を信じたならばね、私と同じぐらいの仕事もできるし、技もできるし、私よりももっと大きな技ができるって言うけど、あんたキリストより大きなことしたことありますかとかね、キリストと同じぐらいのしたことありますかって言うと、それはって言ってね、それじゃあんた信じてないじゃないですかって言ってね意地悪いね、ちょっとこういうのは僕はこういう人をやっつけるとこ覚えるの好きなのこういうとこ覚えておくととても調子がいいのよ。本当ですよ。これキリスト教の人はね、こうヘリクで来るからね。この間もね、牧師さんのね、まあ、古い人でね、もう60年か以上やってる人でね、反乱熱心ですよ。私をね、キリスト教に説き伏せようとして来るんだからねほら熱心ですよ。成長例のあんた親分もね引っ張り込もうって言うんだから、あらもう大したもんだ。僕は感心した。それだけはね、こっちもそれぐらいならないかんと思ったけどね、褒めると来るの、素晴らしいって言って70歳以上を超えてまだあんたね、これだけね、何十年やったんだよ、60年素晴らしい、同じことを60年もやってるけど素晴らしいって言って、ね、言うとね、喜んでまた来るのね本当ですよ。やっぱ褒めないからね。だけどね、そのあんまり変なこと言い出すとここ引っ張り出すのすぐそれは私がまだ信仰が足らんっていうからね、そんな信じなさいって言ってね、私なんかね、何歩でも奇跡やっとるから、ちょっとキリストを信じとるんですよって言って言ってね、困ってしまって帰ってくるね。面白いね。こういうところに皆さん覚えとかないんですよ。これをね、ヨハネ伝のどこにっていうか覚えとかないよね。そういうの覚えとかんと、まあ相手がね、なかなか あれだから、ここはもうとっても素晴らしい。私はね、キリスト教の人と話すときはもうほとんどこう引っ張り出すね。やはりいいですよ、話がしようなく。我を信ずる者は我がなす技をなさんですよ、かつこれよりも大いなる技をなすことができる。これはね、ちゃんとね、ここね、
201ページのね、一番終わりの行に書いてある、誠に誠に何時らに次ぐ我を信ずる者は我がなす技をなさん、かつこれよりも大いなる技をなすべし。ここね、これはね、あのヨハネ伝のね、あの14章の初めの方だから何節っていうの僕今ちょっとわからないけども、言いとかれてね、14章に書いてあるんだから。はい、それじゃあその次行きましょう。ここは素晴らしいところです。それは我らが父の身元に行き、しかして万人の魂のうちに帰ってくるからである。お前たちが我が名は言葉、実相である。実相はうちに宿る神聖として各人の授与するところである。によって願うことは皆実相の我が成就してくれるのである。子、人間は父、神の自己権限であるから、このなす技によって父の栄光を受けたものである。何事にでも我が名うちに宿るキリスト、実相と書いてキリストと書いてあるでしょ。こういうとこ注意してください。実相と書いてキリストという振り仮名を振ってあるでしょ。こういうね、細かいところを読みになるとよくわかるんです。我が名うちに宿るキリスト、実相によって願うことは実相の力によって成就するのである。こう言われまして、イエスは語を一転して、何時らもし我を愛せば我が戒めを守らんというね、と言っておられます。誰でも愛している人に対して何事もはいと素直に従いたくなるのであります。夫婦の間でも本当に愛情がある間は、妻は夫の言うことにどんなことでも素直にはいと従いたくなるのですし、夫は妻の要求を何でも聞いてやりたくなるのであります。それが互いに素直にはいと言えなくなった時には、すでに愛情が冷めてきて、相手に従う喜びよりも相手の規範から、まあ、相手のね、こう縛ってるものからね、もう逃げたいというね、出したいという気持ちが現れてくるので来ているのであります。これはアメリカ人にね、とかね、そういう人にはいっていうのをね、こう教える時に、成長の上でね、はいっていうことを教えるの、これ難しいんですよ。愛してたらね、愛してる人の言うことははいと聞きたくなるでしょって言ってね、教えてあげて、だからそういう意味のはいなんですよって言うとね、だから分かるんです。間違ったみたいなのもやっぱりはいって言わないかんのかねって言ってこう聞くね、そういうふうに聞きますからね。そうじゃないんで、本当に愛してたらね、その人の言うことをはいと聞きたくなるのがこれが愛だよって言ってね、教えてあげたらいいんですね。それからその次ね、神を愛するのも同じことでありまして、神を愛せば神に無条件に従いたくなる、こう筋とか言うね、これが本当なんです。神を愛せば神に無条件に従いたくなるのであります。すなわち無が善択であります。無がによって神に善択すれば、神はその善択者に他の助け主、すなわち真理の霊を授けたもうて、必要に応じて必要なことを知らしめたものです。こうですよ。だから本当にね、神様にね、もう自分が亡くなって神様の言う通りにいたしますって言うとね、必ずいいことが生まれてくる。私の力で何かしようと思うとね、くたびれちゃうね。だから皆さんがね、この無が善択っていうことを覚えられたらいい。無が善択、前にいっぺん言いましたけどね、谷口先生が初めて飛び滝をおいでになった時ね、あの練習道場へ初めておいでになった時に、ご講話された時に3つのことを我々に、青年は3つのことをね、実行しなさいって、これをね、いつも思ってなさいって言われたことある。一番先がね、有根な夢を焼けってね、もうとにかくね、ちっぽけな夢じゃダメだって、有根な夢を焼けって、これが我々練習道場のね、このモットーなんですよ。有根な夢を焼け。私はだからこっち来る前に、とにかくアメリカ北米の光明化っていうすごい大きなものを私は谷先生から与えられたんですけどね、これ神様が与えられたと思って、有根な夢っていうのを、これをね、この字をね、こんな大きな全紙の半分ぐらいのやつでこう書いてね、書いたんです。有根な夢っていうのとね、大願成就っていうのを書いたんだけども、有根な夢っていうのは3枚か4枚書いてね、大きいのに書いて、もうでどうせ有根だからでっかい字を書いてあると思ってね、紙からあふれるような字を書いてあってね紙から飛び出すような字を書いてね、有根な夢と書いてでっかく書いた、こんな大きなやつでね。そうしたら和田社長がどーっとその時に来たの。あの人は夢が好きなのよ、とにかく夢を描け好きでね、
そしてね、まあ、ちょっといらんの見せたらね、これって取っちゃって離さないんで、どうぞ持って行ってね、昨日和田社長が来たもんだからね、あんたまだ持ってますかって言ったら、社長室にちゃんと置いてね、そして今でも毎日見てますって言ってね、これ好きなんですよ、有効な夢っていうのはね。これはずっと我々がもう飛び立球ではいつもこれを言ってきたんだから、橋本健さんの夢焼けっていうのでしょ、あれが好きでね、あの人は、あの人がこう夢を焼けちょっとなんかポーっとしてくるね、こうもう実に上手にねやってたんですよ。で、まあ、この夢を焼けっていうのはね、皆さんもね、もう特にね大きい夢を焼くとね、あんまりちっちゃいとね、こうまあまあ人間がちっちゃくなっちゃってね、ちっちゃい夢を抱いたらまだ人間までこう細かくなって見えるからね、もう焼けくそでもいいから大きな夢、ね、まあ、焼けくそって言ったらおかしいけど、まあ、とにかく夢を焼くとね、そしてね、その次がね、あの谷口先生が言われたのはね、明るく楽しく嬉しいっていうね、この3つの心を持ちなさい、明るく楽しく嬉しい心を持ちなさいって、もうこれは僕は今でも忘れない、もう30年前ですよ、30年前の先生のご講話は今でも忘れないね、このことだけはね、明るく楽しく嬉しいって、これじゃなかったらダメだって言うんです。悪いことが起こったからってね、悲しんだらね、もういいことは起こってこないと。とにかくね、どんな時でもね、明るく楽しく嬉しいね、心なんですよ。嬉しいですよ。だからね、喜ばなきゃいけないと。どんなことがあっても喜ばなきゃ。それから最後にはね、神様に任せなさいと。一切を任せないのが全択です。だからね、この、もうこの三つがね、私はもう、なんか問題が起こるとね、この三つをいつも心に描きますね。だから、私たちの目的っていうか、なんか目標を描いた時にはね、初めあんまり大きなこと言うと人が笑うかもしれないけど、やっぱり大きいね、こう気持ちを持つことですよ。夢を描いたらいいね。そしてその時に明るく楽しく嬉しい。そしてその時に馬が全択です。これを持ってらっしゃる。そうするとね、神が助けてくださるんです。馬が全択したらね、無我になったらね、もうコップでもそうでしょ。先生がよく言われることはね、このどういうふうに言われるかっていうとね、神はね、真空を嫌うって言うんですよ。何にもなくなった、ないっていうものは嫌ってね、具現象の世界でね、だこの中でね、こう例えばこの中にこう線をして、ここからね空気を抜いてください、なんか入ろうとするでしょ。空気がなかったら入ろうとするわけですね。だから水でもね、自分が水いっぱいになってコップの中いっぱい詰めて神様頼みますって言っても神様の入りようがないの、これは。自分の考え方をいっぱい詰めとったらね、無我全択ってのは、コップの中の水を全部捨ててしまって、神様あなたにお任せしますって言うと、神様の知恵がスーッと入ってくる。自分の知恵をいっぱい詰めといて、これでもかあれでもかって言ってね、言ったんでは、もうなかなか神様の知恵が入ってこないよね。だから、無門館の中に、あの解釈の中に谷口先生が書いてないでしょ。あの、花王石鹸のなんか、社長かなんかになられた偉い方で、もうキリスト教の牧師しとってね、仏教の勉強をして。仏教の勉強をして、キリスト教の牧師をしてやって、なんかキリスト教のなんか素晴らしい人で、しかも仏教の勉強までしている人が、南天坊ですかね、和尚を訪ねて行った、南天坊和尚を訪ねて行った時の話を書いたでしょ。そしたらこうお茶をね、南天坊和尚がのとこと話して待っとったらね、小僧がお茶を持ってきたってね、まあお飲みなさいって言って飲んで、ああでも1時間待たされてね、そしたらお嬢がスッと出てきて、そしたらまた小僧がお茶持ってくる、また飲む、そしてね、まあ、どうぞどうぞって、もうお茶しか進めないんだね、またお茶飲む、そしてね、もうあんまり腹いっぱいになったらね、もう腹いっぱいになって飲めませんって言ったら、スーッと帰って坊さん帰っちゃったって言うんだ。これは面白いね、禅の教え方って面白いね、やってみようかこういうのね、こうお茶いっぱい飲まして、腹いっぱい飲まして、もうお茶どうぞどうぞ、お茶安いもんだね、水でもなんで、どうぞどうぞどうぞって言ってね、飲ましていて、もう飲みませんって言ったらそっと帰れへんね、これ楽なもんだね。その時に和尚が帰って、そしたらその時にもうその行った人がね、この野郎偉い坊主だからと思ってせっかく来てやったのにね、お茶ばっか飲ましやがって、腹いっぱい飲まして帰りやがったっていうね、腹が立って帰って行ったんですよ。ほんで後でよく考えてみると、無我全択じゃなくて、自分がキリスト教も知ってるぞ、仏教も知ってるぞ、このクソ坊主と思ってね、こう人の教えを気に入ったんじゃないわけですよ。
自分がなんか試しにでも行ったようなね気持ちで、偉いっちゅうならいっぺん会ってやろうかっちゅうようなものを持って行った。我がいっぱい張っとるから、お前はもう水がいっぱい詰まっとって、わしが教えるものは教えたら聞きゃしないぞっちゅって帰っちゃったわけね。それが後で分かって、ああそうだ、私がまだ無我でなかったんだって、さすがに偉いよね、それ分かっただけ。お茶ばっか飲まされて腹立って帰ってきたんじゃないわけですよね。初めは腹立ったけども、それを考え直しただけ。これは素晴らしいことですね。だからそういうふうにこう無我全択っていうのは本当に素晴らしいんですよ。無我になったらスーッと神様が入ってくるんです。はい、それではその次行きましょう。そのことをイエスは、我父に子案、父は他に助け主を与えて永遠に何時だと共におらしめたもうべし、これは真理の御霊ないと言っておられるのであります。しかし世俗の欲望に心を奪われている者には、この真理の御霊を受けることができない。これをイエスは、世はこれを送ることはたわず、これを見ず、まだ知らぬによると言っておられるので、いられるのであります。イエスの貼り付けは人類の無罪宣言の無罪、イエスの貼り付けは人類の罪悪意識の託殺でありますと書いてあるでしょ。託殺っていうのは貼り付けになって殺すことですね。殺されることでありますから、イエスが十字架にかかってこの世から去るが、ように見えることは、決して人類を見捨てて、みなしごにすることではないのであります。かえって罪悪意識の消滅となりますから、内在の神聖が復活してまいります。その内在の神聖こそキリストでありますから、我へ来て何時らに来たらないと言われた。ね、肉体を殺してね、あんたたちもね、肉体が、本来あんたの 肉体があんたじゃないんだよと、肉体一遍殺してみなさい。あんたの中のキリストが出てくるよということをね、教えておられるわけ。罪を犯すのは肉体ですからね。罪っていうのは肉体が現象的なものから起こってくるんです。だから実相では、今だかつてどんなに悪いように見えてる人でも罪を一遍も犯したことないんです。これはね。罪を犯してるっていうのは現象のね、五感の世界で見るとそれが罪に見えてくるんですね。だから実相の世界においてはそんなものは本来ないんだっていうことを知らなきゃいけない。そうするとここで、しばらくせば我、世はまた我を見ず、というのはイエスの肉は、イエスの肉の貼り付けによって消滅し、世間の人には見えなくなることであります。しかしそれは同時に人類の罪悪意識の託殺でありますから、人間内在の神聖が復活してくるので、自己のうちにキリストが復活してきたことを見ることになるのであります。これがされど何時らは我を見る。我へ行くれば何時らも行くべければなりです。かくて父、神と子、キリストと人類とが互いに一体になることが実現します。これがその日には、我が父におり、何時ら我におり、我何時らにおることを何時ら知らんであります。だから神と子とキリストと自分、人類が一つになっているんですね。そうなってくる。ですからそこでイエスは最後にもう一度、我が戒めを保してこれを守る者は、すなわち我を愛する者なり、我を愛する者は我が父を愛に愛せられん。我もこれを愛し、これもこれに己を表すべしと。だから愛す、本当にね、愛ってことは一体だからね、神を愛しね、イエスを愛したらね、イエスがここに現れてくる、自分に現れてくるんですね。その時、イスカリオテのユダでない別人のユダが、弟子でありながらすでに弟子でない反逆の心を抱いており、先生、なぜあなたは我ら、弟子たちだけに表して世の人々には表したものですかとつかぬことを聞いたのであります。それは愛の問題だとイエスは答えられました。愛する者は愛する言葉に従順であるし、父はこれを愛し、愛する者は互いにそのもとに来たって住みかを共にするもんだ。私を愛せぬ者は私の言葉を守らない、私の言葉を守らない者は助けやりとおても致し方がない。これは本当にそうなんですね。だから仏教では縁なき衆生は土下座衆生でしょ。しかしね、本当は谷口先生はね、おっしゃるけど、縁ない衆生なんてないんですね。本当はないんですよ。こちらの説得の解き方が下手だから向こうが逃げていくだけでね、本当言えば。そういうことなんですよ。縁なき衆生は、まあこういう風になってね、なかなかね、この聞いてくれるまでには難しいんですね。私を愛せる者は私の言葉を守らない、私の言葉を守らない者は助けてやりとおても致し方がない。私の言葉を私の言葉だと思ってはならない。私を使わしたものとは父の言葉である。こういうところは素晴らしいね。キリストは決してね、自分が偉いと言ってないの。いつもね、もう父の神様が私に差し
させたもんだということをいつも言っておられるんですね。今はこうしてお前たちと一緒にいてこんな話をするけれども、我が亡き後は我が名によって父の使わしたもう聖霊、すなわち真理の霊が来たって何時らに万事の導きをしてくれ、また私がお前たちに言って言った教えの数々を思い出せるであろう。私が何時らに使わす遺産は平安である。私は平安を何時らに与えるのだ。私の与えるものは世間に与えるごとき武士ではない。平安を与えるのだ。お前たち心を騒がすことはない、また恐れることもない。先に行ったが我行きて何時らに来たるのだ。もしお前たちが私を愛せば、父に我が行くのを喜ぶべき、私がお父さんのところに行くのを喜ぶべきだと。天の父は私よりもなお偉大であり、その父と我とは結ばれてお前たちのところに帰ってくるからである。これらのことはやがて起こってくることは、このことであって、起こる前にこれを告げておくのは、いよいよことが起こってきた時にお前たちが動揺せず信念が動かないためである。イエスはこう語られると、もう言い置くべきことは言い終わったというので、今よりのち我何時だと同じ多く語らしと、もうお前たちに思うとあんまり話をしないよと、この世の君来たる言えないとと言われた。この世の君というのは世間的な勢力者、すなわちローマの官権とか祭司長とかを指して言われたのであります。しかし彼らはこの肉体をいかに成し得ても、本当の自分に対しては一死も加えることができないって、これは素晴らしいですね。もう体を殺してもね、命を殺し得ないものをね、恐るなってことをキリストが言ってられるね。やっぱりそうです。肉体に対してはね、どんな支配することができるかもしれんけどもね、私はね、もう本当の自分に対してはね、もう一死もね、何もすることができないんだと。しかし私の運命がこうなってくるのは、この世の君の力に支配されてそうなるのではなく、我が父を愛し、父の命じたもとの使命には、いかなる苦き杯をも飲むことでも素直に行うのだということを世人に知らせんがためである。時が来た、皆起きて、さあこれから行こうと言われました。だからね、イエス・キリストだって貼り付けに合うことは、 あと肉体的には耐えられなかったことがここに後で書いてありますね。だからそういうふうに考えてみたら、どんな苦しいことでもね、神様のおっしゃることだったら素直に従っていくんだっていうね、イエスの態度っていうのは素晴らしいところが我々にね、ここで伺われるんです。だからここにね、我が父を愛し、父の命じたもの男の使命にいかなる苦き杯を飲むことでも素直に行うだということを世人に知らせんがためであるっていうね。だから本当にね、キリストは神を信じて神の御心のままに従っていったわけですね。ここのとこなんかもね、この先ほど言いました209ページのとこね、最初のとこ、先生なぜ我らは弟子たちにだけに表して、世の人々には表したものですかと、つかぬことを聞いた。それは愛の問題だっていうね。だからね、愛してる人同士はね、波長が合うんですよ。愛してる人同士はね、同じ心持ってるから波長が合うから現れてくるんですよ。死んでないものには波長合わないから現れてこないわけです、神様ね。我々が本当に神様を愛したら、神様は必ず自分に現れてくるわけです。神様を愛さなかったら、神様は我々に現れてこないね。これ一つにならないからです。